相手の方がかなり気持ちが増えているので、この2人はよく見ていただいたら、この前の選手はサウスポーという、左が前、はい、下の選手は左が前の構えになるんですけど、この両者が戦うときには、右は右の攻撃、左は左の攻撃がすごい重要なんです。よく見てもらったらさっきからお互いの右と左のキックしかしてない。はい、で、この組み相撲ですね。サムエル選手が勝ったと思う方、はい、拍手